財政健全化の話しますけれども、野田総務大臣が日曜日のテレビ番組上で、日銀がやっている異次元の金融緩和の出口はどこかというと、正直それは恐ろしい。4年前、日銀は金融緩和で国債の4割を買い入れ、今なお金融緩和を継続しており、経済の混乱なく金融政策を平時に戻す出口戦略の説明が必要と強調しておりました。まあ、やはり金融の緩和、異次元の金融緩和についてかなり否定的なお話が閣内から出たんですけれども、ここは政府として、政府の見解は決まってますから、まあ、ぜひ野田大臣に聞いてほしいと思います。先ほどちょっとお話ありましたが、北朝鮮の制裁についてですが、中国、ロシア、非難をしているものの、石油の制裁には極めて後ろ向きだという話も聞いております。現実的にですね、昨日北九州で、空自の戦闘機と米戦略爆撃機器の共同訓練も日本では実施されました。アメリカとの共同訓練を含めてですね、この傘の傘下で北朝鮮に圧力というのは一つの大きな手段だと思うんですが、もう一方でですね、小泉政権時のような外交チャンネルというのが現状生きているのか、その北側とのパイプ、対話というのが行われているのかというところが、ほとんどニュースを簡潔にお願いします、出てこないので、その点、今、現政権はどのような形で進められているんですか。総理と政府としては、さまざまな対応をいたしております。昨日もちょっとお聞きさせていただきましたが、米韓合同演習の中で、斬首、金委員長の斬首作戦が2週間ずっと実施されていたと、こういう中で、やはりなるべく緊張をですね、緩和する方向での対話ということを日本側としては呼びかけているのか否か、もう一度お聞きしたいんですが。国民の生命と財産を守るのが政府の最大の責務であります。それはそういう対話を含めてやっているか否かということの誤解とにはなってないんですが、どういうことでしょうか。事柄の政治を答えることは控えたい。はい、合わせてお聞きします。昨日、事柄の性質上合わせておきもちです。事柄の性質を合わせて答えることは言いたくないと言っていた発射、ミサイル発射の前夜のですね、皇帝に安倍首相が宿泊したという件なんですが、接種と言いたくないと言いつつ、万全の体制を取っていたというお話でしたので、おそらく前夜から何らかの情報が あったのだと思われますが、ここで気になるのが、ミサイル発射の情報がありながら、やはり国民に早い時点で通知をしなかった、その理由というのは、安全だと、問題ないということで伏せられていたのか、その点ちょっとね、ご審議などを聞きたいんですが。まずこれ、国際法安保理決議に違反をしてミサイル発射するのは北朝鮮ですよ。次から次へと国際法違反、安保理決議違反、それに対しての行動、挑発行動を取っています。それに対して最大限の国民の安全安心を守るのが政府の宿命であります。義務でもあるというふうに思っています。そうした内容について、まさに機微にわたることについて、この場で発言することは控えるのは当然のことじゃないでしょうか。次の日程ございますので、あと何問かでお願いします。怒らせるつもりで聞いてるわけじゃないんですが、前夜に情報がありながらですね、やはり当日の6時に、5時58分に J アラートが作動、6時です、6時2分に J アラートが作動しても、やはり逃げる時間があまりないと。でこういう状況で前夜の情報の中で日本の領土領海に、ミサイルが落ちるという可能性がもし高ければ、日本国民には知らされてもらえたのか、もしくはやはりアメリカ、韓国との情報の共有の中で、そういうもし危ない情報があっても、国民に知らされるということはやはりなかなか難しいのか、その前夜に情報がありながら、やはりその時点ではなかなか伝えられなかったというところに、どういう情報の判断で、当日その日は伝えられなかったということなのか、ここがやはりちょっとですね、報道だけ見ていても、質問に移ってください、気になるところなんですが、ここはどういうことなんでしょうか。私はたびたび答弁をしてきている通りです。国民の生命、財産、平和な暮らしを守るために政府が何が一番必要であるか、そういう観点から対応するというのは政府のそれは責務だというふうに思っています。万全の体制で取り組んでいます。そういうことは、前夜はその危険性がおそらくないからだという判断があったからこそ、 J アラートによる私たちの行動だということになったというご理解でよろしいでしょうか。北朝鮮という国、性善説のような考え方の質問ですけれども、それは何をしでかすか分からない国じゃないですか。あれだけ挑発行為を行って、そしてまさに
国連決議に対して何回となくこれを破る無法な国家ですよ。そうした国に対してありとあらゆる対応を取って国民の安全安心を守る、それは政府の責務ですから、それに基づいて私どもはしっかりと対応している、それにつきます。この後公務がございますので、今手が上がっている方一問でお願いいたします。何度も言いますが、北朝鮮をのへの対応が問題だと言っているわけではなくて、前夜になぜ私たちが知らさなかったのか、ここが要は国民の生命財産には侵害が及ばないというある程度の判断があったからこそ、 J アラートが出るまで報道をしていなかったということなんじゃないかなというふうに聞いているんですね。答えることは必然性はないです。政府としては国民の安全安心に最大の責務を払っています。北朝鮮がそうしたことで自らの主張を変えるような国じゃないということは明快じゃないですか。我が国にとって上空を報告もなしにミサイルを発射するような国ですから、ありとあらゆる対応策を取るということは当然のことだと思います。はい、ありがとうございました。